タライマンナールとは、スリランカの北部州、マンナール県の村落で、マンナール島の北西部の海岸に位置する。県とのマンナールから 25km 離れた場所に位置する。タライマンナールは、県とのマンナールから伸びた道路を通って訪れることができる。マンナール島とスリランカの他の地域は、土手道を通る道路で結ばれており、タライマンナールとマンナールの間にある道路も、 この経路に含まれている。2015年に再開した桟橋の駅業民の集落だった時代のタライマンナールには、東大とカトリックの教会が立ち、サスには、ココヤシとパルミラヤシの林が点在していた。1964年12月に発生したサイクロンによって、甚大な被害を受けるまでは、タライマンナールはポーク湾の浅瀬を渡って、インドに渡る連絡船の終点となっていた。 また、1914年に、タライマンナール・サンバシ駅と、スリランカ鉄道北部線のメダワッチや駅を結ぶ、マンナール線が開通した。連絡線の運行は、インドイコールランカ鉄道のサービスの一部であり、旅客は、タライマンナールとインドのパーンバン島のダヌシコディの間を、フェリーで移動していた。鉄道と連絡線は、イギリスの植民地時代には、 スリランカの中央高地地帯に出稼ぎに来たインド系のタミル人労働者の移動手段となりタライマンナールと首都のコロンボを結ぶ寝台列車も運行されていた1983年のスリランカ内線によってタライマンナールの集落と線路が破壊され翌1984年に連絡線は運行を休止するタライマンナールとメダワッチアを結ぶ線路を再建する作業が行われ 2015年にマンナール線が復旧し、列車の運行が再開された。しかし、列車の運行が再開された後も連絡線の運行は再開されていない。タライマンナールは風が吹きつける場所にあり、カイトサーフィンとカイトボーディングの競技者の目的地になっている。スリランカ政府はタライマンナールでのウィンドファームの建設を計画したが、この地域は、 バードサンクチュアありであり、現地の社会から反対を受けた。ありがとうございます。